ちは、日野です。ちょっと久しぶりの動画になるんですけれども、今日は2017年の2月ですね、すいません、2月の21ですね、2月の21日ということで、ちょっと今日は朝からね、雪が降ってまして、今年は寒い日が多いなと。雪もね、この滋賀県でも何回か降ってるんですけれども、まあ今はちょっと晴れてきたんでね、良かったんですけど、まあ、2月の21ということで、明日の2月の22日がメルマガでも書いたんですけど、ロボストロンシリーズの最新のツールであるニギっていうのが発売されるということで、まあ、すでにね、こう申し込んでいただいた方もいらっしゃってありがたいことなんですけれども、そのニギの今これ手にしてるのがプロトタイプ、前正式な製品版を見ていただいたんですけど、こちらはプロトタイプで、昨年の5月ぐらいからずっと使ってるもので、まあ、基本的に機能は変わってなくて、外面が少し変わっただけなんですけど、まあ、こちらもね、せっかくですので使っていこうということで最近手にしてるんですけど、まあ、ニギっていうのは見てると本当にすごいなと、いろんなこう可能性が感じられるものだなっていうことをね、ちょっと感じてるんですけど、まあ、その人体と天と地とをアースする、まあ、つないでアースして、まあ、情報とかいろんなこう訴えを払うと。だから自分の内側の余計な訴えを払ってくれて、でクリアな状態にしてくれる、まあ、それによって自分の現実創造っていうのをですね、よりこう強力に推し進めてくれるようなツールになるのかなっていうふうに思ってるんですよね。で、ご質問があったんですけども、霊気とかそういういろんなエネルギー系統を学んでいる方がその使うその霊気の、ね、エネルギーとかそういうものは払われてしまうんですかっていう質問があったんですけど、まあ、これも、ね、ロゴストロン株式会社さんの方に確認したら、むしろその霊気のエネルギーの大元にアクセスできるので、その自分も人も癒す力が増えますと、よりアップしますっていうことをね、おっしゃっていただいてましたので、まあ、そういうエネルギー人を癒す仕事をされている方にもよりね、こう、 うまく有効活用していただけるんじゃないかなっていうことを思うんですよね。で、僕自身もその霊気っていうのは、今直接的にはこう人にしたりはしてないんですけども、霊気学んで、まあ、実際こう人にもねやったりしてたりしますので、まあ、手当てっていうのはすごく大事だなと。エネルギーを流す、その自分の体内のエネルギーを増幅させて、まあ、いいエネルギーとしてそれを送り出してあげる。で、どうしてもいろんなこう人を触る、人を癒す仕事をすると人の気っていうのをね、受けてしまうと思うんですけども、そういう受けた気を今度は、この力によってその訴えとかいろんな溜まった気を、払ってくれる、クリアにしてくれる、そういう作用も期待できるんじゃないかなって思うんですよね。変な気を、まあ、もし受けたとしても、この握っていうのをですね、握ることによってそれをアース、天地にアースすることができるというふうに僕自身は思いましたので、まあ、その説明を聞いて、あ、これはそういうエネルギー系とかスピリチュアル系とかそういういろんなこう癒しの仕事をされている方にも非常に活用していただけるんじゃないかなと、まあ、多分使っていただくと、その違いっていうのが分かっていただけるんじゃないかなっていうことをね、思うんですよね。まあ、そういうことでね、このニギっていうのも、いよいよね、まあ、発売されてきますので、まあ、こちらの方も僕は使いながら、併用しながらですね、やっていきたいなっていうふうに、思っています。ということでね、今回は以上になります。ありがとうございます。